高知市の土佐女子中学高校では今日、一足早く1学期の終業式が行われました。浜田美穂校長は生徒およそ700人を前に、夏休みについて事故のないよう気をつけることや規則正しく過ごすことなど心構えを伝えました。また今日は式に合わせて高知県医師会の吉川清常任理事が、がんと子宮頸がんワクチンをテーマに出前授業を行いました。夏休み前にがんの正しい理解とワクチンの接種につなげてもらいたいと医師会が企画したものです。子宮頸がんは日本で年間およそ1万1000人の女性がかかり、およそ2900人が亡くなっているがんです。これに対し、小学6年から高校1年の年代までの女性を対象に、子宮頸がんを予防するための2回または3回のワクチンを公費で接種できるようになっています。また高校2年から今年度27歳になる年代までの女性は、キャッチアップ接種としてワクチンを来年3月末まで公費で接種できるようになっていますが、3回の接種には6ヶ月かかるため、無料で受けるためには今年9月までに1回目の接種を行う必要があります。吉川常任理事は、ワクチンは副反応より効果の方が大きい、まだできていない人はできるだけ早い接種をと呼びかけました。ワクチンを早く接種すればですね、完全予防がすごくできる病気ですから、ぜひそのことを知って、副反応について恐れすぎないでワクチンを接種していただきたいと思います。私の友達とか下の年代の子たちの打ってない子たちに早く打ってもらって安心してほしいし、大人になってから子供を産みたいって思った時に、全員の子供を産みたいって思う女性が産めるような世界になってほしいです。ワクチン接種が受けられる医療機関は県のホームページで確認することができます。